ラシティインフォメーション。明日を幸せに生きるほのぼの情報。ほのぼのとしたエピソード、そして語りの中から誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく番組です。人権に関した講座や講演情報などもご紹介いただけます。明日を幸せに生きるほのぼの情報は毎月第2木曜日のこの時間にお送りします。今日は人権推進課から小寺さんお越しくださいまして、5月28日の土曜日に行われますね、三田市童話教育研究協議会の総会、その内容についてお話をいただけることになっています。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では早速内容からご紹介いただけますか。はい、来る5月28日、はい、三田市総合福祉保健センター1階のホールで、はいはい、午後1時30分から総会行事を開催いたします。はい、27年度の事業報告決算、あるいは28年度の基本方針事業計画予算、そのような議事を行いまして、しばらく休憩を挟みまして、はいはい、一応3時から関西外国語大学教授の明石一郎さんを講師に迎えて、はい、演題を子供は毎日が旬、好感共感親近感が人権を育むというテーマで約1時間30分お話をしていただきます。そうですか。今ご紹介いただきました総会のこう全てをメニューをご紹介いただきましたが、前半の方は出席されるのはどういう方々が出席されるんですか。はい、三田市童話研究協議会、略して三童協と、あ、はい、略称を呼んでおるんお聞きしたことありますね。はい、その政府会長、常任理事さん、はい、ざっと110名余りが、対象となります、はい、それとあと大議員さんも、大議員さんも約100人ぐらいおられますかね。あ、そうですか。はい、合計200名ぐらいの、はい、会になります。はいはい、でそちらは一般の方は出席はできないんですけども、はい、今ご紹介があった休憩が入った後の、これは講演と言いましょうか、はい、こちらは一般の方が聞くことができるということで、はい、じゃあ詳しくちょっとご紹介いただきましょうか。はい、はい、まあ、ぜひ役員でない方も、来ていただきたいと、はいはい、存じます。はい、この、お話をしてくださいます講師の明石一郎さん、もう少し詳しくご紹介いただけますか。はい、明石先生は、現在先ほど申しましたように関西外国語大学の教授で、大学の中にある人権教育思想研究所所長として現在ご活躍されています。はい、明石先生は、小学校の先生時代から大阪府の童話教育研究協議会事務局や全国童話教育研究協議会の事務局長、大阪府教育委員会指導主事等をご経験なされ、母校である貝塚市立東小学校の校長先生をご勇退後、現在の関西外国語大学で学生の教員養成等に、指導に当たられて、長年人権教育や童話教育、家庭教育などの教育問題に、携わってこられました。で、明石先生は去年の12月にも人権を考える市民の集いということで、ご講演いただきまして、もう一度ぜひ聞きたいという役員の声がありまして、はい、今回、再びお呼びすることになった次第です。はい、じゃあお話がとってもこう分かりやすいお話だったんでしょうか。はい、そうですね、12月の集いの後もアンケートも取らせていただいた結果、はい、もう大変好評でして、参加者からもぜひまたもう一度聞いてみたい、心に残るお話でしたとか、そういう
好感度いっぱいの声がありました、あ、そうですか、はい、ぜひ皆さん、あの前回は聞きそびれたとおっしゃる方、今回も一般の方々が聞くことができますので、3時から講演は始まりますけども、その少し前に、総合福祉保健センターの方お出かけくださったらね、伺うことができます。じゃあその講演内容、簡単にご紹介いただけますか。はい、まずはじめに人権とは何でしょうかというようなところから、話は入っていくと聞いております、まあ、人権とは幸せを追求していく権利だと、安全で安心で自由であることと、まあ、そういうお話から、入っていって、最後の方には子どもに関するお話を持っていかれると聞いています、はい、今回チラシも、ね、あのございますが、子どもは毎日が旬という、子どもというのが最初にテーマにありますね、はいはい。でまあ、子どもの笑顔がいっぱいである学校を目指してということで、赤石先生も小学校時代そのように指導をなされてきたとお聞きしています、でまず元気であるという、笑顔でいっぱい、それの反対と言ったらなんですが、子どもの嫌いなことは何でしょうかと、まず頭ごなしに、わけもわからなくて理由なしに怒られること。そうですね、それから何かにつけて他の人と比べられること。例えばお母さんやお父さんから、あんたは A 君より勉強できへんがな、 C 君より足が遅いがな、B 君より力がないがな、っていう否定的なことばかり比較されて、すると、その子供は自信をなくしちゃいます。もうやる気をなくしちゃいます。そんなことにならないように、人と他に比較をしないというようなお話とか、いつも家の中、家庭の中でも笑顔がいっぱい、お父さんとお母さんが喧嘩をしたり、兄弟喧嘩をしたり、親がお姉さんや妹あるいは弟を叩いたり、そんな戦争みたいな家庭であれば、子供はすくすくと笑顔いっぱいでは育ちません。まあそんなような話と、それとは反対に、元気いっぱいな子供はまず朝ごはんを食べてくると、朝ごはんを食べて、頭を働かせて、それで学校へ行ってもりもりと勉強をすると、それからその反対に、朝からあくびばっかりして前の晩にスマホのゲームをしたり、友達と長い電話おしゃべり LINE ゲームとかしたり、そんなんして朝からあくびばっかりして寝不足、あるいは運動不足で、先ほどあったように家庭が戦争的でやったらストレスがいっぱい溜まっちゃいます、そんなことであれば学校でも全然勉強もできないし、友達とも一緒に遊べない、楽しく遊べない、子どもたちは学校へ行って、給食をもりもり食べて友達と一緒に、遊んで、そして頑張って勉強する、それを毎日繰り返していって元気な三抱っこに育んでいってもらいたい、そんなような話をしていただけると聞いております、そうですか。特に子どもさんの具体的ないろんなお話を、あの間近でご本人も先生だったということで、いろいろお話をいただけるということですね。そうですね、はい。じゃあ当日は、先ほども少しご案内しましたが、ちょうど講演が始まる10分15分ぐらい前から、総合福祉保健センターの方に駆けつけていけばいいということで、当日は無料となっておりますので、ぜひ三田市民の皆様、市民以外の神戸市北区等の方でも、近隣住民の方、ぜひお友達お誘いの上お越しください、そして小さなお子さんが、いらっしゃる場合もきっと終わりだと思いますが、このような時には一時保育、今回は利用できるんでしょうか。早い目に、私ども人権推進課の方にご連絡いただければ、保育室を設ける予定としております。そうですか、はい。チラシの方には締め切りが書いておりますが、どうしましょう、この締め切り以外でも大丈夫ですか。今
まあ、今週中いっぱいに、人権推進課までお電話もしくはファックスいただければ、はい、ありがたいです、はい、じゃあご連絡先教えていただけますか、はい、079-559-5081 が電話番号になっています、はい、ファックスは079-563-7776 となっています。はい、分かりました。もう一度お電話番号教えてください。 079-559-5081、 はい、そしてファックス番号が079-563-7776です。はい、事前に一時保育などはお申し込みいただくと、お子さんを預かっていただきながらゆっくり明石先生のお話も伺うことができるということですね。はい、その通りです。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん関心のある方お出かけいただきたいと思います。当日は場所が総合福祉保健センター、日にちがですね5月28日の土曜日です。お子さん連れの方でも預かっていただけますし、また手話それから要約筆記も準備してくださっているそうですから、関心のある方はご遠慮なくお気軽にお出かけいただきたいと思います。さて今日は人権推進課から小寺さんにお越しいただきまして、5月28日の土曜日に行われます三田市童話教育研究協議会の総会の内容についてお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この時間は明日を幸せに生きるほのぼの情報をお送りしました。明日を幸せに生きるほのぼの情報では、誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は6月9日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。